今回は映画その夜の侍の監督赤堀正明監督と、そして出演している新井博文さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。お二人の関係性はこの映画の前から、しかも飲み屋でスタートしたっていうのを情報を得てます。そうですね、あのどこまで情報が入ってるか知らないですけど、うちほんとすごい覚えてて、なんかで言いましたけど、うちこれ雑誌かなんかで、あの瑛太って俳優と飲んでうち仲良くて、で瑛太が多分赤堀さんに電話したんでしょうね、で今思い出した、そうか、新井博文って分かりますかって一緒に飲んでるんですけどって声漏れてて、新井あの荒井博美嫌だよ、俺絶対殴られるもんって全部漏れてたんですけど殴るわけない。いやもう怖いイメージがあったんで、なんか役的にっていうか、いや僕ね、三軒茶屋のそのスズラン通りっていうヤンヤンっていうね、ちょっと有名な中華屋があるんですよ。ちょっとションベン横丁みたいなところなんですけど、す, すごいうちも好きで、そ流れたもん好きなんで、ね、でそのヤンヤンの一番片隅でなんかこうやってかもう、なんて言うんだろう、もう無表情に飯食ってる感じが完全に仇ではない匂いがしてごめんなさい、ごめんなさい、それ出会う前の話ですよ、赤堀さん見たらしいんですけど、飯食う時表情作ります？なんか どういう、その無表情でどうやって食うんですか？いやなんかいやいや、全然嘘嘘嘘嘘いや、酒だったらいいですよ、あの友達と飲んで、まあまあ、そうで、ね、一人でしょ。でもそれなんか尋常じゃなくちょっと怖かったんですよ、ね、そのイメージがあるからもう、うわ絶対殴られると思ってなんかこう芝居の話になって、なんかなんすかそれみたいな感じで殴られるんじゃないかなと思ってそれが全部聞こえてるとは思わなかった。でも会ってみたらどうだったんですか？会ってみてなんか、いやもういなんかでもやっぱりちょっと緊張してた、ところもあったりして、ちょっと先に攻撃した部分もありましたね。あのお酒入って、まあ、ここじゃ本当言えない暴言をなんかいろいろこう、はい、で侮蔑的なこと、はい、いや私ね、あの舞台系の役者さんサイドから聞いた話によりますと、赤堀さんは演出すごい怖いって聞いてたんですよね。いや怖くないよ。そうそうそうなんですか。うちも聞いてて、やっぱりそうですよね。で、あの、なんていうんですか、その映画の時もすげえ怒るのかなと思って全然おまかだったんですけど、自分のところの劇団員さんが出た時に超怖いんですよ。違うからお前そんな言い方してない。で、あ、赤堀さんなんでそんな怒るんですかって言ったら、あ、絶対クソなんだよな。すっげえそこのこの何ですか、二面性、まあそういうずるい人間ですよ。すごいですよね、自分の子をだって作り上げた物語が舞台でやってたじゃないですか。で話題になったけれども、初めて脚本でっていう話があって、はい、それでいやメガホン撮ってみようよっていうので、メガホン撮ることになったら、まあ、新井さんも含め、はい、酒井さんやら山田さんやらいろんな子、はい、特性のある演技についてもこだわりのある役者さんが揃ったという、はい、まあ、こだわりのない役者さんとは一緒に仕事したくないですし、あの、まあ、本当にさっきあの舞台挨拶でも言ったんですけど、なんかやっぱりちゃんと生々しい人間をこう体現してくれる役者さんが僕は好きなん でその人が新井くんだったりするんですけど、なんかやっぱりそういう人間の弱さとかずるさとか、いやもちろん強さとか優しさとかも大事なんですけど、なんかそういうグロテスク なんか生々しさっていうのをまず一番体現していただけるだろうっていうのが、まあ新井くんで、なんかそこからこう、まあこれも多分雑誌とかで公にしてるんですけど、そこからなんかプロデューサーとともに新井くんを、変な言い方ですけど、新井くんをじっくりなんかこういろいろキャスティングしてったっていうことが、あの結構実情だったりするんですけど、でも実際見たら一番体現したのは桜でしたね。あ、安藤サクラさんはすごい良かったですね。いや、まあどの人も皆さんみんないいんですけど、順番とかないんですけど、サクラはちょっとびっくりしましたね。びっくりしましたね。仕上がり、まだ見てないんですよ、ここに。あ、サクラ恥ずかしいですね、なんか自分がやっぱり下着姿になってる。やだやだ、いや、あれすごかったですよね。だから劇場でこっそり見るって、私はあれで思わずカラオケボックスに行っちゃいましたけどね。同じ歌を歌ってへいや、あの面白いと思ったのは、ほら新井君ってこうちょっと狂気に満ちた山田孝之くんが演じてる系統側に行くかと思いきや、違うバージョンで今回いたじゃないですか。そうですね、あれは、いやだからなんか新井くんって多分その山田くんがやった木島っていう役のような、なんかこう凶暴な粗悪な感じの役をやることも多いだろうし、で
もう全然逆ベクトルで酒井さんがやった中村健一って役もなんか僕できると思うんですね。だからなんかまさにその青木って役はその橋渡し役なんですけど、その中間にいる感じがして、なんかそれもなんか今まで僕は新井君に対してやっぱり、いや、あの単純に言ってしまえばヤクザだと思ってたんで、あのいやごめんなさい、あの人としてね、ヤクザだと思ってたんで、役柄じゃなくてね、全力じゃないですか。なんでまああのただそれあのドラマのモテ期っていうのを見た時のなんかこうその新井君の芝居見た時になんかこういう面も、まあ当たり前ですけどね、全部が全部見てるわけじゃないんで、あでもこういう面もあるんだなっていうのでちょっと衝撃的で、で最初にこの青木って役がキャスティングであの新井君って名前が上がった時に、あそれは絶対面白くなるっていうふうに確信しましたけどね、うん、本当にですって。いやいや光栄ですよ本当に。モテ期って見て思ったんですか、うん、そこがちょっと、こうやって見てたんですか。そこが心外だな。出演しながらこうやって見てたってことですよね。いや違うんですよ、出来上がりを、はい、出来上がりを見て、あのドラマの方ね、あ映画、まあ映画ももちろん良かったけど、でもまああのドラマのなんか荒井くんを見てすごく衝撃的でしたね、うん、なんかね、うん、ちょっと切ないですね、うん、でも荒井さんも赤堀さんの出演してる作品いくつか見てますよね、きっと。うん、知り合った後、映画の後ですよ、ね、一応根本的に舞台否定派なんで、はい、根本的にね。じゃあザ・シャンプー派とはまだもちろん知ってました。だってその前に野中さんっていうの一人野中さんと共演してるから知ってるし、名前も聞いたことあったし、赤堀さんも名前を知ってて、でそ見たことないし、あの舞台否定派なんで基本的に、はい、それがだんだん徐々にこう人間って変わるんだなと思ってね。はい、赤堀さんは新井さんのあの出演作で好きだなこの新井博文っていうのは、モテ期以外だと何かありますか。青い春も好きだし、あと何かあったかな、あんま見てない、うん、あんま見てないんですね。赤堀さん映画見るんですか。いやまあ人並みには見てるんだけど、はい、で多分見てるんだけどそんな全部が全部僕覚えてないんですね。でもその辺の侍の新井くんが一番好きです。ちょっとすごいですね、はい、宣伝っぽいですけど両方青木です。え、嘘、はい、あれ新井さんのデビュー作でした。青木なんですよ。私ね、あの時も司会してるからすっごい覚えてるんですよ。うん、あの頃はこうすごいうまく喋れなくてこうカットして、今やもうすごいこうムードメーカーの新井博文、人って変わるんだ、汚れちまったんだな、なんかなんかいろんなのそうなったんでしょうね。そうなんですよ、うん、あ、そうなんだ、青木なんだ、なんか縁、あ、これは多分ヒットしちゃうのかな。で、本当にいいんですけどね、本当にヒットしてほしいんですけどね。そうですよね、そればっかりはもうな、あれよりも未だにこう語り継がれる名作の一つですから ね、いろんな人がそうなればいいと思います、うん、ちなみに私はあの赤堀さんはシーサイドモデル見たときに何者だって最初思ったんです。そうですか、恥ずかしい、なんか役者のこと言われてすごいこう端っこの方でちょろちょろやってます。いやいやいや、面白い面白い空気を持っていて、ね、舞台を見に行くと出てらっしゃることも多いから、うわ面白いと思って見てた、うん、でも実はこの映画が成り立ったっていうのもあの作品で、そのプロデューサーが、うん、今回の映画の藤村さんなんですけど、なんかそれでまあ本当にちょろちょろとしか出てない役だったんですけど、そこでなんかかなり気に入っていただけたらしく、でうちの劇団見に来ていただいてっていうところがこの映画の始まりだったんで、なんかまあやっててよかったなと思いますけどね、そのさっきもちょっと話題になったんですけど、モテ期の監督のお姉さん、はいはいはい、あのセクハラの、うん、仲良しなんですもんね。仲良しですよ。だってセクハラ、セクハラのお姉さんって有名じゃないですか。有名ですよ、うん、でそのお姉さんが曰く、赤堀君を見つけたのは俺だみたいな、すごい心外なんですよ。俺モテ期で見つけたんだと。いやモテ期の前からもうすごい前から目つけてて、まあでもほんと10年ぐらい、10年以上の付き合いで、あの本当にまだ全然アルバイトしてる時から、いや拾ってもらった感じ、なんかこうじゃあ認めてるんですか。結構認めてる、なんかそれが気に入らないですよ。この間結構前ですけど、ちょっと松田龍平とあと赤堀さん、山下監督、大根さんで飲んだんですよ。すごいですね、それどんな話なんですか。なんか知んないけど、大根さんが偉そうなんですよ、うん、なんか
お前ら大ヒットしてないだろみたいな、俺は大ヒット監督だ的ななんかこうだるまみたいな感じでなんか納得いかなくていいじゃん、映画的に言ったら全然負けてますからねそのような侍もそんなことないです、山下さんのそんなことないです、モテ期なんて下ゲのゲですよ、いやいやゲじゃないですゲのゲですよ、3本比べたらねいや大ヒットはヒットは認めますよ、でもそんなモネさんもその夜の侍絶賛してましたよね、私読書見に行ってまああれやってる、いやいやあれおべっかで、裏ではなんか全然甘いみたいななんか言ってんですよ甘いとこあるみたいなでもなんか結構あんまり僕俺さんに褒められるってことはないんですけど、なんかちょろっと褒めてくれたんで嬉しかったですけどね、僕は拾っていただいたんで思い出いっぱいの映画になったんですよねなんかちらっとさっき新井さんがほらあ現場そうアップした時にやっぱ泣いちゃって、監督が泣いたっていうかこの号泣じゃないんですよ、終わってうちあのマネージャーさん事務所の車で帰ろうかして窓開けてお疲れ様ですってパッって真っ暗だったんですけど、たまたま明るさタバコ吸ってて終わって、でその目がもう真っ赤でこうなんていうのこううるうるのこのあるじゃないですか、この号泣じゃなくて、うんうん、あ明るさ泣いてると思って静かに窓閉めて泣いてないと思うんですけど、ね、多分目が血ばし疲れて血ばしててタバコ吸ってた、でもあのタバコは多分生涯でもうベスト3に入るぐらい美味しかったで泣いてたんですよやっぱまあ泣いてました、はい、また映画撮りたいですか、いやもう、まあ、今回初めてだってことでいろいろねなんか多分合わせさせてもらった部分がいっぱいあるんで、こう簡単にはねこうまた撮りたいですみたいな、で またねこういろんな映画畑の人たちからするとちょっとなんかいろいろ思うところがあるかもしれないですけど、でもね本当なんかいや楽しかったのは事実なんで、いやーやらせていただけるんだったら絶対やりたいですね、またね、はい、私新井さん撮んないのかなってずっと思ってる、まあないですね今のとこ、今のとこはい、いずれ撮れてはると思います、はい、ちなみにこうよく見る映画、気に入ってる映画って何ですか、よく見る映画っていうか邦画です、うち基本的に劇場に行くのは邦画、じゃあベストムービーっていうのも邦画なんですか、全部邦画ですね、教えてください、ベストムービーってすごい難しいんですけど、うんうん、難しいね、まあはっきり言って本心に言ったら自分の映画が一番ですね、それが当たり前、作ってる側として当たり前の話で、それを抜いた時にじゃあ最近だと何面白かったかなとかってなると、まあ霧島部活やめるって面白かった、区駅面白かった、区駅列車、うん、霧島部活やめるって今年の映画日本爆薬もいや出てますから、あそうかそうか、うん、抜いて、あ抜いて、はい、そこがやっぱ引っかかりましたね、うちが見た中では、あと今やってるので絶対見たいのはまず井筒さんの、はいはいはい、あれだ黄金を抱いてた、あ見たいね、浅野さん出てるし、うんうん、あと北のカナリア、はいはいはい、まあ、チェックしたいですね、ね森山未来君出てる、はい、うんうん、たくさん見たいのが今あります、公開したのか、だからベストってその時々これ面白いなって、うちも映画の世界入って気づいたんですけど、その時の精神状態とかあとその年齢とかそれによってもだいぶこう違うんじゃないかなって、そう、はい、それがまた映画のいいところだったね、ジャンルでも分かれちゃうじゃないですか、はいはい、難しいですね、はい、ベストっていうのは分かるさ、なんかいやだからベストっていうのはだから若い頃20代とかだったらなんかブルース・ブラザーズって映画見てうわーって思ったりとか、真似しました、いやそんなことはしないけど今想像がついちゃう、いやなんかこう その時々によってなんかありますよね、うん、30代の頭の方はなんかこう回り道っていう映画なんですけど、うん、ビン・ベンダースっていう、はいはい、なんかこう本当になんかでもまあそれは多分ちょっとつぶりたいみたいな頃で、なんかそういう映画好きっていう俺はどうみたいなこともあったのかもしれないですけど、うんうん、とか公園兄弟とか、うん、いやまああらゆる映画いっぱい好きですけどね、だベストムービーってのは選べない、難しいですね、うん、なんとなくこう監督で見ます、いや監督でももちろんね、たけしさんの映画も大好きだし、井筒さんの映画も大好きだし、井筒さんだって超怒られたんでしょ、超怒られた、まあそれは話長くなるあれ何でしたっけ作品まあいいですいいですなんかそれ私聞いたなと思って、いやいいですいいです、あれだ長くなっちゃう、あれヒーローショーじゃなくて、あパッチリ2でした、そうですかなり出てらっしゃいます、はい、はい、かなりちょっと2秒ぐらい出てますでは、まあ、公開を前にこれね言うのも何なんですけれども、まあ見ていただく方にこうお二人からまあその夜の侍のメッセージといいますか、何かを新井博文さんから、はい、その夜の侍、
本当にもう自分が関わった作品でも大好きですごい自信があるんですけど、もう本当にうちが言うとねお客さんが入らないっていうのが分かってるんであんまりね言いたくないんですけど、本当にもう見ていただいたら分かります、本当にドスぐらいです。ぜひ劇場に遊びに来てください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私もそうなんですよね、言いすぎるとなと、もう大好きなんですけどね。 あとやっぱね、うん、まだ未だにあの時代劇って勘違いしてるじゃないですか。あ、はい、侍だ、はい、現代劇でございます。現代劇です、はい、では赤堀監督お願いします。いやまあ、いろんなところで言ってるんですけど、やっぱり暴力描写だったりとかそういうグロテスクな部分が結構こうクローズアップされて、こう前評判でもちょっとまあ取り上げられる部分が多かったりして、なんかやっぱり 見に行くお客さんもすごくこう構えてる感じが、尻込みしてる感じが、なんかいろいろツイッターとか見てるとなんかそういう感じがあるんで、まあ僕としてはあくまで僕としてはこれは本当に気持ち悪い言い方ですけど、本当に愛と希望の物語だという思いで作っているんで、なんかその辺がこう、うん、単純になんかこう対岸の火事っていうか、人ごとのような感じではなく、なんか本当に明日は我が身じゃないですけど、明日になったら主人公の酒井さんが演じる中村健一にもなりかねないですし、その自分の隣にいる人が吉間っていうことになりかねないっていうような、なんかこう人ごとではないなんか感覚でこう彼らの息遣いを感じていただけたら、なんかこう見終わった後に理屈ではない感情が込み上げてくると思うんで、まあ、あまりこういう見方をなんかねこういうふうに押し付けるのはちょっとなんか本末転倒な気がしますけど、でもまあそういう感じで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということでどうもありがとうございました。赤堀さんとか荒井博文さんでした。ありがとうございました。今回は映画その夜の侍の監督赤堀正明監督と、そして出演している荒井博文さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。お二人の関係性はこの映画の前から、しかも飲み屋でスタートしたっていうのを情報を得てます。そうですね、はい、どこまで情報が入ってるか知らないですけど、うち本当すごい覚えてて、なんかで言いましたけど、うちこれ雑誌かなんかで、うん、瑛太って俳優と飲んでうち仲良くて、うん、はい、で、瑛太が多分赤堀さんに電話したんでしょうね、うん、で、今思い出した、そうか、荒井博文って分かりますかって一緒に飲んでるんですけどって声漏れてて、荒井？え？荒井博文？嫌だよ、俺絶対殴られるもんって全部漏れてたんですけど殴るわけない。いや、もう怖いイメージがあったんで、なんか役的にっていうか、いや僕ね、三軒茶屋のそのスズラン通りっていうイヤイヤっていうね、ちょっと有名な中華屋があるんですよ。ちょっとションベン横丁みたいなところなんですけど、すごいうちも好きで、流れたもん好きなんで、ね、でそのヤンヤンの一番片隅でなんかこうやってかもう、なんて言うんだろう、もう無表情に飯食ってる感じが完全に仇ではない匂いがしてごめんなさい、ごめんなさい、それは電話前の話ですよ、わかるさん見たらしいんですけど飯食うとき表情作ります？なんか どういうその無表情がどうやって食うんですか？いや、なんかいやいや、絶対嘘嘘嘘嘘嘘で、いや、酒だったらいいですよ、友達と飲んで、まあまあ、そうで、一人でしょ。でもそれなんか尋常じゃなくちょっと怖かったんですよ、ね、そのイメージがあるからもう、うわ、絶対殴られると思ってなんかこう、芝居の話になって、なんか、なんすかそれ、みたいな感じで殴られるんじゃないかなと思ってそれが全部聞こえてるとは思わなかった。会ってみたらどうだったんですか？会ってみて、なんか、いやもう、なんかでもやっぱりちょっと緊張してたところもあったりして、うんうん、ちょっと先に攻撃した部分もありましたね。お酒入って、まあ、ここじゃ本当言えない暴言を、なんかいろいろ、こう、はい、で、部別的なこと、はい、いや、私ね、舞台系の役者さんサイドから聞いた話によりますと、赤堀さんは演出すごい怖いって聞いてたんですよね。いや、怖くないよ。そうそう、そうなんですか？うちも聞いてて、やっぱりそうですよね。で、うん、なんていうんですか、その映画の時も、うん、すげえ怒るのかなって全然思わかだったんですけど、自分のどこの劇団員さんが出た時に超怖いんですよ違うからお前そんな言い方してない。で、赤堀さんなんでそんな怒るんですかって言ったら、うん、絶対クソなんだよすっげえそこのこの、なんですか、二面性、うん、まあ、そういうずるい人間ですよ。すごいですよね、自分の子を
だって作り上げた物語が舞台でやってたじゃないですか。で話題になったけれども、初めて脚本でっていう話があって、はい、それでいやメガホン撮ってみようよっていうので、メガホン撮ることになったら、まあ、新井さんも含め、はい、酒井さんやら山田さんやらいろんなこう、はい、豪華客船のあるまあ自分で選んだんですけど、こだわりのある役者さんが揃ったという、はい、まあこだわりのない役者さんとは一緒に仕事したくないですし、まあ本当にさっきあの舞台挨拶でも言ったんですけど、うん、なんかやっぱりちゃんと生々しい人間をこう体現してくれる役者さんが僕は好きなんで、でその人が新井くんだったりするんですけど、なんかやっぱりそういう人間の弱さとかずるさとか、いやもちろん強さとか優しさとかも大事なんですけど、なんかそういうグロテスク なんか生々しさっていうのをまず一番体現していただけるだろうっていうのがまあ新井くんで、なんかそこからこう、まあこれも多分雑誌とかで公にしてるんですけど、そこからなんかプロデューサーとともに新井くんを、変な言い方ですけど、新井くんをじっくりなんかこういろいろキャスティングしてったっていうことが結構実情だったりするんですけど、でも実際見たら一番体現したのは桜でしたね。あ、安藤サクラさんはすごい良かったですね。いや、まあどの人も皆さんみんないいんですけど、順番とかないんですけど、サクラはちょっとびっくりしましたね、びっくりしましたね、仕上がり。まだ見てないんですよ、本人。あ、サクラ恥ずかしいですね、うん、なんか自分がやっぱり下着姿になってる。やだやだ、いや、あれすごかったですよね。だから劇場でこっそり見るって、うん、私はあれで思わずカラオケボックスに行っちゃいましたけどね同じ歌を歌ってへいや、面白いと思ったのは、ほら、新井くんってこれちょっと狂気に満ちた山田孝之くんが演じてる系統側に行くかと思いきや、違うバージョンで今回いたじゃないですか。そうですね、あれは、いや、だからなんか新井くんって多分その山田くんがやった木島っていう役のような、なんかこう凶暴な粗悪な感じの役をやることも多いだろうし、でもう全然逆ベクトルで酒井さんがやった中村刑事って役もなんか僕できると思うんですね。だからなんかまさにその青木って役はその橋渡し役なんですけど、その中間にいる感じがして、なんかそれもなんか今まで僕は新井くんに対してやっぱり、いや、単純に言ってしまえばヤクザだと思ってたんでいや、ごめんなさい、人としてね、ヤクザだと思ってたんで、役柄じゃなくてね全力じゃないですか。なんで、まあただそれ、ドラマのモテ期っていうのを見た時の、なんかこうその新井くんの芝居見た時に、なんかこういう面も、まあ当たり前ですけどね、全部が全部見てるわけじゃないんで、あ、でもこういう面もあるんだなっていうのでちょっと衝撃的で、最初にこの青木って役がキャスティングで新井くんって名前が上がった時に、あ、それは絶対面白くなるっていうふうに確信しましたけどね、うん、本当にですって。いやいや、光栄ですよ、本当に。モテ期で見て思ったんですか、うん、そこうやって見てたんですか。そこが心外だな。出演しながらこうやって見てたってことですよね。いや、違うんですよ、出来上がりを、はい、出来上がりを見て、ドラマの方ね、あ、映画、まあ映画ももちろん良かったけど、でもまあドラマのなんか新井くんを見てすごく衝撃的でしたね、うん、なんかね、うん、ちょっと切ないですね、うん、でも新井さんも赤堀さんの出演してる作品いくつか見てますよね、きっと。うん、知り合った後、映画の後ですよね。根本的に舞台否定派なんで、はい、根本的にね。じゃあ、ザ・シャンプー派とはまだ、もちろん、あ、知ってました。だって、その前に野中さんっていうの、人に、野中さんと共演してるから、知ってるし、名前も聞いたことあったし、赤堀さんも名前を知ってて、で、その見たことないし、舞台否定派なんで、基本的に。はい、それがだんだん徐々にこう人間って変わるんだなと思ってね。はい、赤堀さんは、新井さんの、出演作で好きだな、この新井博文っていうのは、モテ期以外だと何かありますか。青い春も好きだし、あと何かあったかな、あんま見てない、うん、あんま見てないんですね。赤堀さん映画見るんですか。いや、まあ人並みには見てるんだけど、はい、で多分見てるんだけど、そんな全部が全部僕覚えてないんですね。でもその辺の侍、まあ、新井くんが一番好きです、うん、ちょっとすごいですね、宣伝っぽいですけど、両方青木です。え、さすがに嘘。